鍵がかかってるな。いらっしゃいませ。うまいな。
初乗り料金730円になります。かしこまりました。それでは出発いたします。いらっしゃいましたね、桐生さん。それでは今回の食事評価ですが、そして今回のライザップチャレンジの評価ですが、トレーニングから頑張りましょう。食事も気を使うとグッドですよ。これで今回のライザップチャレンジは終了ですね。お疲れ様でした。いらっしゃいませ。ありがとうございました。トレーニングは あれもしかして桐生さんですか？うわ、本当に桐生さんだ。お久しぶりです。お前は誰だ？グビビビ。ちょっと忘れないでくださいよ。育ちですよ、育ち。育ち道場を経営していた、ほら。育ち。あ、お、全然思い出せない。ひどいですよ。かなり昔に一度闘技場でご挨拶させていただいたんですけど、まあでも挨拶程度だったし、忘れてしまっても仕方がないか。なんだかすまないな。いえ、なら改めて自己紹介させていただくのみです。僕は育ち安男、かつて育ち道場という道場を経営していたものです。桐生さんのお友達の冴島さんにすごくよくしていただきまして。ほう、冴島の知り合いなのか。桐生だ、よろしくな。しかしさすが道場主だな、すごい肉体じゃないか。そうでしょう。でもね、実はもう道場は畳んなんです。門下生や冴島さんとの思い出が詰まった僕の大切な場所だったんですけどね。そうなのか。もしかして何か重い理由があるのか。いや全然、土地の価値が急上昇しましてね、売り時だと思って売っちゃいました。売りたくなかったんですけど、額が額でしたから、背に腹は変えられんですからね。で、そのお金で自分磨きでもするかなと思ってここに通い始めたら、こんな肉体になれたんです。結果にコミットするってのは本当なんですね。なんだ、お前もここに通ってるのか。てっきり自分の道場で鍛えたのかと思ったぜ。全然、僕道場主でしたけど喧嘩なんて一度も勝てたことなかったですから。いやしかし、道場を畳んで正解ですよ。
こんないいジムができたら勝てるわけないですもん。あんな貧弱だった僕がこんな屈強な男になれるんですからね。そうだな。じゃあ俺はこれで。ちょ、キリュウさん。いや、キリュウ、待てこら。あ、なんだ怖い。でもこれを乗り越えないと。よし、ややキリュウさんじゃない、キリュウ、僕と、いや、俺と勝負してくださいな。勝負？お前と？そうですよ。僕はね、ずっと桐生さんや西島さんみたいな強い人に憧れてたんです。いつかあの人たちみたいになりたい、そして勝ちたい、ずっとそう思っていました。でもそんなの無理だと思って諦めてた。この肉体を手に入れるまではね。ほう、今の僕はあの頃にはない驚異的なパワーがある。これがどんなものか試してみたいんですよ。憧れの桐生一馬にどれだけ近づけたのかをね。ああ、ちょっと帰らないで。めんどくせえな。悪いが、そんなのに付き合う暇はないんでな。くぅ、いいもん。それならこっちから行きますよ。ダメだ、全然歯が立たない。確かにガタイはいいが、動きに無駄がありすぎる。せっかくの力を生かせてねえと思うぞ。ですよね。僕も道場主をやっていたので格闘理論には長けているつもりなんです。でも頭で分かっていても、それを体でうまく実践できなくて。はあ、どうすればいいんでしょうかね。まあ練習を積むか経験を積むしかないんじゃねえか。やっぱりそうですよね。わかりました、桐生さん。僕、この体を生かせるようにもっと練習してきます。強くなったらまた挑戦させていただきますので、その際はお手合わせお願いしますね。ああ、まだやるのか。もちろん、桐生さんに勝ちたいし、自分の格闘理論が正しいことを証明したいですしね。もし桐生さんに勝って格闘理論も証明できれば、それを宣伝して超人気の道場を作ってボロ儲けできますしね。カムロ町に金の雨が降るぜ。ということで、またよろしくお願いしますね。それではさようなら。やれやれ、また面倒なことに巻き込まれちまったぜ。
誰でやるか。時間食っちまった。なんてことは。何見てんだよ。目障り。しばらく寝てろ。食ったな。まあまあだな。ほっほー。なんだ、この先は立ち入り禁止だ。消えろ。何を突っ立っている。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。僕に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を溜めてる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来吗？我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか、なんとなくわかるぞ。あ、おい、日本人か、あんた。
助けてくれ、こいつら俺を殺す気だ、頼む助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。ベースをじゃ領地畑をさあ。縄ほどいてくれよ、早く。ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東城会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みてえな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気だったよな。狙われてんのは東城会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った？ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東城会の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか？いや、そうは言わねえけど。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん、秋山のこと探してんのか？ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ、こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？桐生だ。ほう、桐生さんね。わかった、じゃあまたな。桐生、桐生、桐生カズマ。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。
時間食っちまった。素晴らしい味だ。もっと他のものを探しに行きましょう。ね。やだ。私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカだと。ハルカちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。探せばきっとあるもん。ハルカちゃんのグッズがいいだもん。売ってたとしてもハルカちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママはハルカちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もしかしたらいい人かもしれないよ。もう何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。
そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子、ハルカのファンだったのか。なあ、お前。え、な、何？お前はハルカのファンなのか。おじちゃんもはるかちゃんのファンなの？ん？ああ、そうなんだ。俺もはるかちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにはるかちゃん好きなんだ。変なの。おじさん、はるかちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに、今はどこにも売ってないの。いや、悪いが俺も知らねえな。そっか、やっぱりはるかちゃんのお父さんがヤクザだからかな。はるかちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近ははるかちゃんの歌も聴いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところで、お前はどうしてハルカのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にハルカちゃんが握手会をしてたの。私んち、いつもお父さん仕事で引っ越ししてて、友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるかなんて言ってた？私も友達作るのは上手くないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ、一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなこと。うん、それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。うん。おじさんははるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな。私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか、さすがはるかだな。あれ、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え？おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとう、おじさん。あ、私、あやかっていうの。おじさんは？俺はキリュウだ。キリュウって名字でしょ？名前を教えてよ。
カズマだ。カズマさん、はるかちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。はどこで買えるんだ。まずはドン・キホーテにでも行ってみるか。大抵のものは売ってるからな。なんだ、秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた、秋山さんの何？古いダチだ。あんた、秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、桐生って、もしかして桐生一馬？そうだ。おお、本当か。いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースになってたよな、3、4年くらい前。ああ、秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか、あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ。そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん、それだけか？それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。わかった、ちょっと待ってろ。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。メールを送ったぞ。携帯電話に送ったからな。すみません、どこ行くのか。現在地おかしくない？真っ暗で私今山梨にいることになってるんだ。買ってきたぞ。ほら、弁当だ。すまないな。ああ、腹減った。食った食った。
った。久しぶりのごちそうだった。それじゃあ約束だ。秋山さんの居場所を教える。確かこのすぐ近くと言っていたな。ああ、すぐ近くだよ。この下に降りてみな。なるほど、こういうことか。秋山はこの下にいるんだな。行ってみりゃわかるよ。時間食っちまった。時間食っちまった。
らっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。そういえば、ハルカファンの彩香のためにハルカのグッズを探していたな。売っているか聞いてみようか。ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村ハルカのグッズは置いているか。沢村ハルカさんのグッズですか。お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。ああ、お待たせいたしました。お客様、申し訳ございません。沢村はるかさんのグッズはもう製造中止となっており、在庫もない状況でして。そうか、わかった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。そうなのか、よく知ってるな。よく遊びに行くもので。すみません、差し出がましいこと言って。いや、助かった、ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
初乗り料金730円になります。どちらまで行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。アイドルファンってのはあいつらのことか。片っ端から話を聞いてみるか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。むむ、何ですかな。拙者に何か。沢村遥ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。沢村遥か、ちょっと存じませぬな。最近のアイドルですかな。いや、3年前に引退したアイドルなんだ。だから最近というわけでは。それは最近ですな。何？というのも私、昭和アイドルのファンでしてな。平成に入ってからのアイドルは皆同じに見えてしまう。全く困りものですな。そうなのか。すまん、聞く相手を間違えた。忘れてくれ。あ、またれい。あなたも私と一緒に70年代歌謡コレクションを聞きませぬか。魂が震えますぞ。いや、いい。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。あ、なんだよおっさん。沢村遥かってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。沢村って誰だっけ。なんか聞いたことあるような気がするんだけど、俺夏メロには興味ないんだよね。夏メロだと。やっぱ時代はチャート1位のユキティでしょ。俺は常に先端のアイドルを追いかける男だからな。ってわけで昔のアイドルはよくわかんねえや。すんませんね。そうか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい。何でしょう。沢村遥かってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。沢村遥か。すみません、私全国区のアイドルには疎くて。ん？全国区には疎い。私はご当地アイドル専門のファンでして、テレビとかに出ているようなアイドルには興味がないんですよ。はい、地方でけなげに頑張っているアイドルを応援するのが私の生きがい。北海道から沖縄までのご当地プロマイドをコンプリートしちゃいましてね。見ます？また今度な。ようこそセガへ。この店では懐かしのアーケードゲームがプレイできます。
ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい、何でしょう。沢村遥ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。あなた今、沢村遥と言いましたか。ああ、ちょっとグッズを探してて。どうしよう。何？彗星のことと現れ、瞬く間に僕らの心を魅了した刹那、突如引退を宣言した伝説のトップスター。あなたはその沢村遥さんのファンであり、僕の同志というわけですね。ああ、そうだ。遥さんの歌に俺も心を打たれてな。グッズとかを集めたいんだが、売っていなくて困っているんだ。何か情報とか知らねえかな。うん、なるほどなるほど。確かに遥さんのグッズは引退騒動もあって販売取りやめが相次ぎプレミア化してしまっている。さらに時間も経っているため、今入手することは非常に困難なのです。そんなことになっていたのか。ですが、実はつい先ほど激レア遥さんプロマイドを入荷した店があるとの情報を得ましてね、これからその店に向かおうかと思っていたのですが、あなたに譲ってもいいですよ。本当か。それはどこの店なんだ。ですが、あなたが遥さんファンを装ったただの転売屋という可能性も捨てられません。なので簡単な遥さんのクイズを出します。それに正解できたら同志であることを認め、店の場所をお教えしましょう。わかった、約束だぜ。では問題です。沢村遥さんがプリンセスリーグ初登場した時に歌ったあの超有名な曲のタイトルはなーに。違う、そういうことじゃないだな。それは僕からあなたに言いたいセリフです。何？違うのか。正解できなければ同志とは認められませんな。出直してきてもらいましょう。さっきはちょっと勘違いをしちまっていたが、もう迷わねえ。問題を出してくれ。では問題です。沢村遥さんがプリンセスリーグ初登場した時に歌ったあの超有名な曲のタイトルはなーに。あんなんじゃないだな。惜しい。ですが違います。何か思い違いをしていたのか。正解できなければ同志とは認められませんな。出直してきてもらいましょうか。さっきはちょっと勘違いをしちまっていたが、もう迷わねえ。問題を出してくれ。では問題です。沢村遥さんがプリンセスリーグ初登場した時に歌ったあの超有名な曲のタイトルはなーに。こんなんじゃないだ。正解。あなたを同志として認めましょう。まあ簡単すぎましたかね。ではお教えしましょう。遥さんのプロマイドがあるのは恵比寿屋という質屋さんです。ですが激レアですからね、他にも狙う同志たちがいるかもしれません。頑張ってゲットしてください。ああ、急いだ方がいいみたいだな。じゃあ行ってくるぜ。何？私とダーツ勝負したいの？いいよ。
すのは私。全力で来い。
また勝負しようね。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。Round one, ready,
よ。うやっ、何名様でしょうか。一人だ。かしこまりました。料金は500円となります。それではご案内いたします。Thank you.
中で貫いた偽りのジャスティス、握っていたはずの手はいつしかはぐれてた。巡る季節刻む時計道を耕えた二人、So tonight 今夜もまた tonight ため息つく一人きりじゃ上書けない思い出、場所で待つよ、こんな夜はお前に会える気がして、二人また歩いて行けるなら、胸の古傷も頬伝う涙も笑い話に変えてみせるさ。時間となりますが、ご延長はいかがいたしましょう。かしこまりました。お忘れ物ございませんよ。お気をつけください。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。時間食っちまったよ。何見てる？しつけがなってねえ。手間取らせやがった。